少女に笑顔をさせるため、己の使命を果たすため、来る日の舞台の幕を開け、踊りに来た後、舞い踊る。百物語第6話、笑わぬ少女と死ねない道化。今日も少女は客席に。それでも笑わぬ少女の前に、やがて彼らは競い、争うようになっていった。誰が笑顔を捧げるか、競い合えば答えなく、ただいたずらに時は過ぎ、芸だけがただ磨かれる。争うために生み出した技と力を虚しく咲かせ、歩み続ける真夜中の日々。そんな果てなき絶望の中、一人の道化が呟いた。今の力と技とを合わせ、一つの芸を咲かせれば、道化たちは再びして己が使命に晴らすか、最後の舞台の幕が、今日も少女は客席に。百物語第6話、これにて終幕。